はい、えー、引き続きですね、戻ってまいりました。はい、えー、4回目の、えー、バスケの今切れですね。BGB は1275です。えー、先ほど開催した、ね、1274と画像を間違えないようにお願いします。はい、えー、同じく25スポットの、えー、オートメモラカードのドラフト形式です。レギュラーカードに関しては、えー、赤くなっているところですね、21から25まで、えー、ボックス開封順、出現順で分配となります。 はい、じゃあ、えー、サイコロ2つ振って足した合計ランダマイズで1と1の2は振り直していきますドラフト順位決めてから開封ですいはい3と2で5回リフレッシュします、はい、じゃあいきます5回です1 2 3、4。で、次ですね、5回目。せーの、ポチはい、5タイム。いいですね。ニーノさんの5、5、5、OK。<laughs> はい、えー、ドラフト1位は、MMRY さん。おめでとうございます。MMRY さん。こちら、貼り付けます。 オーケー微妙なんですねこれね。とい,いうことで1275のドラフト1位ですね。MMRY さんおめでとうございます。2位が MAQ さん、3位が ZZZ さん、4位が KT5296 さん、5位6位トラさん、7位 TSK さん、8位が k ササ s a さん、9位がヒル3 3さん、10位 ZZZ さん、11位 YM さん。 12位、MMRY さん。13位、コチュンさん。14位、ヒル33さん。15位、トリー鳥いいですかね。トリーですかね。トリアングのトリーですね。16位、YM さん。17位、AOI さん。18位、UES さん。19位、YM さん。20位、ヤスさん。21位、k s サ s さん。22位、TKO さん。23位、MAQ さん。24位、ヤスさん。25位、ソラマメさん。はい。で、赤いところはね。 ベースカードの RC チャンスレブロンチャンスありますからいはいじゃこちらねボックス取り出してね小箱取り出していつも通りです じゃあ小箱取り出します一応グループブレイクはね一旦これで終了ですね今綺れの まあ2013とか14とかもいろいろやりましたけどね。まあその二つの年が一番あれだったかな。印象的にはね。あーっていうね、ねほぼ8割ぐらいが、あーっていうところが爆上がりしたっていう。エンビードね、4回中3回引いて申し訳なかったっす、あの時は。<laughs> あの時はウィギンズのほがすごかったですもんね分かんないもんです、ね、ヤニスのゴルスターも50ドルでしたからね <laughs> はいじゃ行きますはい、えー、レギュラーカード出たら K ササさんになります1箱目 はい、お願いします。おいえ <laughs> 店長は、はい、嬉しいです。11の49。はい。ね。彼に弟子入りした方が近道だと思いますい、はい。ブロックチェーンありますね。もう出しちゃいましょうか。ブロックチェーンは、あの、最後、全員抽選です。えー、っと、ロビーのルーキーイントロダクション。 です、ね、はいこちらは最後に全員抽選ですまあケース1ぐらいですかねはい忘れちゃうのここにいきますじゃあまずベースカードケイササさんおいではいで次はクラークのジャージ、えー、80の99 いい選手ですよね、IQ、も高そうですごい。おウェバーのパッチだ。ウェバーいるんだ。サインもあんのどうなんでしょうね。25枚限定の17番。そうですね。うん。あのねプレーカーズ TV のボスト組んだ時、ね、よく見てらっしゃるね。<laughs> ッさんって方がチャットに書き込んだはいダリアス・マイルズですあねっ小手さんあの振り入れたでしょフフフフはい53の75ねはい、まあ、彼は MTV のラッパーとコラボしてからちょっとやばかったですねはいレデンプション おエドワーズのルーキーパッチオートのなんかレデンプション RPA ってレッドばっかりじゃないですか <laughs> はいエドワーズはい RPA ですからねでブロックチェーンあるとやっぱり下がちょっと弱いかもしれないですけどまあシャドーボックスのかっこいいですねフランスだ77の99うんかっこいいですねフランスいやいい選手でしたよすごいね 突撃隊もあり。でも、やっぱり突撃隊は。怪我しがちになっちゃうんですよね。よいしょはい。二箱目。誰だ。アデバヤさん。七六九九。はい、ヒートですね。もうスタメンは。がっちり。彼は使いましたね。 はいこちら TKO さん、ベースカードでジャージーカードは1 0九9 9ケビン・ポーター Jr. キャブスもね再建うまくいくといいですねはいフェルナンドのパッチ 17−25RC、はい、です、3カラーこの辺のジャイオンとか来ねえかなと思ってるんですけどね はい次はグリズリーズの、はい、グレイソン・アレンだこの辺って10尻よく来ますねなんかねうん彼ルキーやジャズでしたよねプレシーズン良かったんですけどあ使われてたのって売るためねみたいな <laughs> 出すためねっていう感じでしたね結局、まあ、頑張ってくれるとねはい、えー、ゴードンエリック・ゴードン99万限定1番 で、レデンプションですね。誰だおボルボルのゴールド !10? ちょっと待って。ボルボルのゴールドえー、っとね、レッド、ゴールド。レッドが多分25なんですよね。多分ね。49じゃないと。レッド、ゴールド、タグ、ジャージナンバーですから、順番が。 たぶん10ぐらいかもしれないです。ボルボルの銃はかなりいいですね。まあ、ボルボル自体、やるでしょう。彼は。ねはい。そう思います。で、3箱目。レギュラーカード MAQ さん。はい。あ、っと、ジャージカードがここにあるパターンですね。2番目にあるかな昨日そうでしたよね。またレデで,ですね。 でしょはいとりあえず、えー、ウェザースプーンでレギュラー2番目にいました m a q さんはロジャーテリーロジャーホーネッツになってますね47993枚目ねで KG のジャージ42の99 で、ここからオートで TJ フォード、えー、ペイサーズですね。さっき出たな、6975。で、ボリスですね。えー、パッチオートです。31の50。これは純粋なパッチオート。はい。で、レデ、誰だおー、ヤニスだ。イマキュレートモーメンツ。だから、これかっこいいやつかもしれないですね。 はいモーメンツの音です。いいですね。モーメンツとセレブレーションとか人気ですからね。ヤニス。はい。ということで今3箱終わって1箱目がまあエドワーズの RPA がレッドで、えー、フランシスはまああれですけどね。でボルボルのゴールド RPA。でヤニス。で4箱目。レギュラーはヤスさん。 おまたアデバイオさん考えてないですね8299さっきは99の76だよいしょはいこれすさんで次はボロボロのジャージ9の99ね 気合いは十分ですねはいでパッチは5が311の25この辺でジャイオンとかもらっとこねえかなーと思ってるんですけどねなかなか出ないねでパッチオートはケビン・マーチン25枚限定ですねレッド21番サインが豪快はいで次おここで ここでプレミアムパッチオートっすよ。あれサイの枚数合ってるよね。3枚だよね。へえ。これは、まあ、おばちゃんの入れ間違いでしょう。ね。この順番だったんでしょ。一番下はね、スコフィールドです。はい。プレミアムパッチオートが2枚入ってました。コビューホワイトは25枚限定のレッド。で、スコフィールドは50枚限定の32番。 比較的綺麗ですよね。選手も郵送したときとかって、丁寧に梱包してるのかなって感じですよね。よくやっていただいてますよね。そういう意味では。ね。大変ですから。ロッカールームも入れないしね。もう今は。はい。5秒ワイトレッド。プレミパッチをときました。さっきの GB 通常だっけ赤だっけはいで5箱も、えー、レギュラーカードラマ豆さんですねうんルーキー来ねえなやっぱ簡単には出ないねゲイリーハリス4-99はいこちらマ豆さん で、ジャージカードは、えー、ゴベール。82-99。ね、ジャズファンからしたら、ゴベールはもうめっちゃいい選手ですからね。はい、お、F 来たよ。F。お、ネームプレートか。グリフィンだ。ブレイクグリフィン。7枚限定ですね。グリフィフィなんで4番目。えー、っと、ここですね。GRIF の方ですね。 はじめの F の方ということです。ネームプレート。ブレイクグリフィン来ました。はい。ピストンズ。うん。メモラワークでも一2枚こうね、パッチのいいやつとか出てくれるといいですよね。はい。サインはジェラルド・ヘンダーソン。ボブキャッツだ。<laughs> 39-75。 で、また来たよ。スコフィールド。デザインいいんすね。うん。サッカーとかもこれであったらいいですね。90の99。はい。で、ラストは、ああ、下おじいちゃん枠がなかったですね。このケースね。まあ、デビロビアね、ホロフェームクラスの。これなんだろうな。 聖書のあれかな一章7節かなちょっとこっちギリギリですけど。はい。デビロビさんってここかあったっけねえ。はい。49枚上げて28番。デビロビ。スコアラーズクラブ。ね。かっこいいですよね、これもね。はい。っていうことで、ブロックチェーンいきます。忘れちゃう。 とやります、はい、で、初めのオーダーシートの方をコピーしておいて、サイコロを振って足した合計ランダマイズですね。はい、1と1の2は振り直し、はい。3の3、6回。6回ランダマイズで、あコピーしたね。一番上に来た方ですね。6回目、一番上です。じゃいきます。1 2、3、4、5。で、次ですね、6回目。せーの、ポチはい、6回目。いいですね。はい、はい、一番上は、寅さん。おめでとうございます。まあ、今のところは用途がちょっと不明ですけど、将来的に明確になるのかな。どうなんでしょう。というところです。 まあその頃にはもう店長はお店やってないね。ね。っていうかお店がなくなるよね。はい。とい,、はい、いうことで開封し終わりました。まあコピーホワイトの PP あって、ネームプレートあって、ヤニスがいてっていうね。入り方はまあ例年の今切れかなっていう感じはします。あとエドワーズ RP ありますね。あとボルボルがゴールド。 その辺がちょっとあれですね、上位陣は、どれを取るんだろう。<laughs> <laughs> はい、ということで、えー、ドラフト形式ですので、えー、店長にメールをしていただく形式です。えー、っとこの前ですね、の、えー、1273の方は画像をアップしました。えー、1274の方ですね、1275、ね、今回の分と画像を間違えないようにお願い いたしますえー、画像のアップは、まあ、9時までにはできると思います。はい、だいぶ慣れました、はいでえー。ドラフトリストをメールしていただくんですが、えー、1番と2番と3番ですね BGB の番号それとお客様のハンドルネームとドラフトのリスト、えー、希望順、ね、でお願いいたします、えー。カードの番号を、ね、記載していただくんですが、まあ、心配な方は選手名も書いていただくと大丈夫です。 一応店長は番号で管理してますのであとはまああのちょっと真ん中から下の方々なんですけどあの店長並べた順番一応サインカードが1からえ15まで,でそれ以降がメモラーカードになってると思うんですけどまあ番号順でいいかな店長と同じような感じでいいかなという方はあの番号順でで記載していただければあのお客様の番になった時に一番若い番号 ピックするように、はい、店長のお任せというのはやっていませんのでそこだけご了承ください、はいえー、メールがないもしくは、えー、記載がない、ね、番号順でお願いしますもしくは余、ねえー、りもんでという場合は、えー、そのお客様の時に一番若い番号が残っていればその番号をピックするという形式です はい、えー、締め切りは明日の夜8時までとなります。えー、メールは必ず、E、えー、メールと E メールでお願いいたします。はい、じゃあ、全ね、4回、ね、4回、需要があればやりますが、とりあえず4回ですね。はい、まあ、4回目も結局埋まりましたからね、どうなんでしょうね。ちょっと考えます。はい、<laughs> ケースで、ね、開けたい方もいらっしゃいますんで。まあ グループブレイクでもね、あのー、まあ10、平子単位が15万ぐらいかなと思うんですけどね、まあ、ケースでもそのくらいですけどね、うちの場合は。はい、じゃあね、えー、また機会があったらと思います。一応、バスケットボールの商品は、もうほぼ毎週、とりあえず出てくるような勢いなので、様子見ながら、またグループブレイクやりたいと思います。はい、ということで、ね、これで終わりたいと思います。 BGB の千二百七十五でした。はい、ありがとうございました。